中に人いるでしょって疑いたくなる。怪しい無人自販機があるらしいんだけど、どんなだと思う？実はこれ一風堂のラーメンが食べられる自販機なの。いや、自販機のラーメンって実際に味はどうなのって気になりすぎたから買ってみたんだけど、本当に機械の中に人いないよね。ワクワク。なんかすごい煙出てる。ボタンを押してから90秒くらいで完成。一杯980円のラーメンのお味はいかに。想像以上に味がしっかりで、チャーシュー、味玉、キクラゲまで入っててちゃんと再現されてる。あとはツバメ三条背脂ラーメンもポチってみたんだけど、味が濃くて熱くて濃厚なのよ。お店で食べる味にはかなわないけど、自販機でこのクオリティって正直びっくりした。そんなここは上野駅の新幹線改札内にあるラーメンスタンド。